セドリを導入した理由ですけども、今までの商品ラインナップにない状態のものを何か探してて、お客様に提供できる新しいものっていうのをちょっと探してた時に、ちょうどこのドライシャンプーというものが、これは何だろうということで、ご紹介いただいて、実際スタッフ間で使用してみて、これはいいねということで、みんなで話し合って導入しました。即効性の非常に高い、アイテムですので、使用したその場からすぐ実感できるというところで、お客様にもすぐ提案しやすいよねということで、スタッフの反応もいいと思います。カウンセリング時にまず、ご来店された時点で、汗をかいているお客様が結構いらっしゃるので、そこにさりげなくこう、使ってあげたりという、基本的には頭皮へのアプローチになるんですが、もちろん頭皮つけてあげると、エイジング毛のお客様だったりすると、ふんわり感をすぐ実感できていただいたり、あとは私は結構首元とかに使ってあげたりするんですけど、そうするとそこの触っていただくとすごいサラサラになるねっていう声をよくいただくので、そういった感じでお勧めしています。基本的には、頭皮に直接噴射していただいて、その後なじませていただくように使っていただいております。あまり至近距離で、つけてしまうと、ちょっとこう皮脂吸着パウダーが多く入っているので、やはりちょっとこう白く浮いてしまう可能性もあるので、その際にはよく、髪の毛を、本当にシャンプーをするかのように頭皮からしっかりなじませて振って使ってもらうようにしております。実際、ご来店された状態だと、やはり髪の伸びた状態でご来店されるので、結構根元 のボリューム感が気にされているお客様が多いんですけども、使ってみるとすぐそのままトップの立ち上がりができるので、それだけでも全然違うねということで、スタイリング剤としても使用できるんじゃないかなと思います。暑い時期はやっぱりこうリフレッシュ感を求める方が多い中で、秋冬は逆に少しこう、インドアとかお家にいる時間も長くなるので、そういうリラックスする時間の中でリラックスタイムのシーンで使っていただけるような提案をしていこうと思います。使い方がとってもシンプルなので、拭き取りの必要がなくて、気になる部分に直接スプレーしてなじませるだけで簡単に使用できますので、つけた後はシャンプーしたてのようなサラフワなヘアに仕上げてくれます。提案するときにお客様一人一人のライフスタイルに合わせてご提案させていただいてます。ジムに行く方でしたら、ジムの後に使用していただいたりとか、あとは軟毛やエイジング毛の方の朝のボリュームを出しづらい髪の方にヘアスタイリング剤として使用していただいてます。カウンセリングをする場所にセトルを配置してまして、そこでご来店の際にまずつけて、髪の毛がドライの状態でつけた質感を実感していただいたり、あとはサロン後パーマカラーした後はシャンプー控えていただいてますので、施術の最後に使用して紹介させていただいてます。使った反応はつけた瞬間にふんわり根元が立ち上がるような実感がありますので、結構使った感想は皆さん驚いてたりとか、あとは使用感もさっぱりして根元がサラサラになりますので、ちょっと感動していただいてます。使い方がドライシャンプーやヘアスタイリング剤、ボディシートとして活用できますので、例えばヘアスタイリング剤としてエイジング毛や軟毛の方の朝のボリュームアップをするスタイリング剤のツールとしてご紹介していこうかなと思っています。